キャロウェイゴルフは外遊びに大事なこの自然環境ですね、そちらを大切にそして維持して継続していくと、そういう考えのもとオールフォーグリーンというサステナブルな、活動を行っています。授業を通じてゴルフという外遊びに関心を持った学生たちが今後このプロジェクトを通じてここ智頭町に訪れ、その外遊びに欠かすことができない自然環境に目を向けるきっかけになることを期待しています。ゴルフの授業で実際グラウンドで打ったり授業内でたくさんするんですけれども、まあ、広く、ね、ゴルフの環境、外遊びみたいなことを考える上でのフィールドワーク、これに参加する人をちょっと募りたいんで。これから出発しますけれども、まあ、そこからいろいろと注目してほしいのはそこの木を見てほしいですね。実はよーく見ると針葉樹だらけなんです。でなんでこれが針葉樹だらけかというと、ご先祖様が子孫のために植えたものなんですよね。それは、林業で栄えた智頭町ならではの特徴だと思うんですけども、ただ時代とともに海外から安い木材が輸入されてくることによってそれの後付けがどん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 なくなってきてしまう。で今これ収穫期を迎えてるんですけども、実は収穫されないまま残ってるというのが今の一つの課題にはなっています。そんなこともちょっと意識しながらですね、外に見える景色なんかも見ていただけるとありがたいなと思っております。ということで出発しましょう。はい、これ皆さんはそれぞれ面識はあるんですか？ほとんどない。今の授業も難しかったです。足図は森林セラピーが非常に有名ですので、その体験をしていただきたいなと思ってます。普段アウトドアの経験はほとんどないですね。で皆さんの目的地はこの川沿いの道を行って三滝ダムというダムの横を通って最後のこの駐車場ですね、こちらまで行きます。あの植物わかりますか？天南省の一種でね、マムシズキです。やってください。深呼吸です。地下がねすごく増えてて、結構ね山はそれで枯れてるとこたくさんある。地元で食べたりとか、あ、ジビエ、あ、ジビエするんですけどね、はい、漁師さん高齢化でね、はい、少なくなってるんですよ。ふわふわ。まあ楽しいですよ。俺も地元が結構田舎なんで割と結構ノスタルジーな気持ちになりますね。こういう自然を感じに来るのは大事だなって思います。すごく日本海に流れて、それでその波打ちで砂ね、そういうの打ち上げられて砂丘を育んだのがこの仙台川なんです。木を皆さんに植えていただきたいなと思ってます。おやすみなさい。
もうぐっすりです。すごく最高の季節でした。星が綺麗で結構夜ずっと見てました。2つの視点からのやつを別々の黒板にそれらのテーマで描いていこう。いいね。じゃあなんか山いっぱい描いてそこに木いっぱい生やす。うわ、めっちゃ綺麗な線。すごい。川作りましょう。川、川も作ってもいいよ。間違ってるね。決めてますけど、普段小学生がいる生活の中に自然を取り込もうっていうテーマで、小学生にはたくさん自然をここに取り入れてもらおうかなと思って入ってます。こっちは森の中に人間たちの生活が入っていくっていう、それぞれ別の視点で描いた共存をテーマに黒板を作っています。今グレー黒板アートの学習を始めます。お願いします。こっちから行くから行くから行くから。まず何描きたい？猿。猿、いいね。どんな風に描いた方がいい？どんな風に描いた方がいいか。じゃあさ、木にさ、どんぐりの実描いてその中に住むのことも良くない？お、いいね。ね、いいね。赤笑いもいい。いいな。鳥にペンギンにライオン、いいの。結構なんか難しいテーマかなとも思ったんですけど、すごい発想力がだなって思って見てます。そうそうそう、このままじゃなくても全然そうだよ。本物見ながら描く、本当じゃん。おでん、おでん、いいね。いいですね、子供たちやっぱり面白い発想してくれるんで、結構刺激になりますよ。やっぱり普段から自然に関わってるだけあって、ディティールがしっかり把握されててすごいなって思いました。おめでとうさまにかじられた。ゴヨモンブラ、はい。ハミ出ちゃうんだよ。何だ。黄色か変な。おお、ナイス。どんどん埋まってくると、なんか下書きで書いた僕らの教室がなんか薄くなるんですけど、それもそれでまた新たな世界観が誕生してるみたいな感じで、みんな発想力豊かで面白いなと思います。一番下ね、アイスケーキ屋さん。怖い、細かいに付き合わせて。黒板アートの学習を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。初めてのことだらけだったんですけど、学校でテントワークも初めてだし、森林セラピーとかもやったことないんですけど、そういったのを2日間通じて自然のサイクルというか、やっぱそういう大きいものに生かされてるんだなっていうのは感じました。自分で旅行に来るんだったら触れられない距離感で自然と関われたのがすごく良かったなと思ったのと、あとそれを触れ合った上で2日目にここで生まれ育った子たちと関われたのもすごくためになったというか、いい経験になりました。
やっぱり植樹の体験はもう今までなかったし、これからももしかしたらないって思うとすごく良かったなって思います。一番はやっぱり森林セラピーですね。やっぱりあんだけ意識の違いで、あれだけなんか自分の中にいいものを取り込めるっていうのは本当にすごいことだなと思いました。小学生との黒板アート体験がすごい印象に残ってて、なんか子供らしいなんか大胆な想像力みたいなのが間近で見れて楽しかったです。なんか私の方がなんかもっと頑張ってついていかなきゃなみたいな気持ちになったので、とても元気を逆にもらいました。このプロジェクトに参加して改めて自然について考えるきっかけになってよかったなと思います。あのゴルフの授業を履修した学生が、まあ、今回7人ここに来させていただいて、学生同士の交流もそうですけども、ゴルフをする環境を考える上でとてもいい経験をさせていただいたと思ってます。あのまだ植樹したものがですね、苗木とか、まあ、小さい木の段階なので、これが数年経つとだん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 根付いて木も太くなっていくと思うので、まあ、それに伴ってですね、智頭町の方と全国の大学生が交流したり、あるいはこのプログラムが定着したりするような感じで、木とともにですね、今年を起点に大きくなっていけばいいなというふうに思います。